長野県上田市にある道の駅です。美しが原高原には丘の上にいろんな彫刻があるんだよ。延々と山の中を登ってきましたよ。道はきれいに舗装されていたんだけど、急勾配のカーブの連続で頭フラフラだ。北側の長野市方面から登ったけど、南側の諏訪の方からが楽だったようだね。ヴィーナスラインっていう観光道路があったんだ。美術館の入場料は1000円です。野外展示場になってるんで、ワンちゃんも入れるんだよ。100円いるけどね。なんたってここの魅力は標高が2000メートルってことだよ。涼しすぎるね。野外展示場は結構登ったり下ったりで大変そうなんだ。そんで遠くから見ることにしたよ。
僕は彫刻見るより山並みを見た方が好きだね。なんせ標高2000メートルだからずっと遠くまで見通せるんだ。